いや、今ですね、河原で焼肉して自宅に戻る途中なんですけども、焼肉するとね、なんかね、甘いの食べたくなるんだよね、俺いつも。さっきね、ケータリングのアイスクリーム屋さんがね、この道ブーって越えていったんだよ。いればいいな。どうさ行ったかな、ここを右に曲がったんだよね。ここそのまままっすぐ行くか、もうちょっと行くとね、左に曲がるとこあるんですよ。多分ね、左曲がった方だと思うんだね。まっすぐ行くとね、人あんまりいないからさ、うん、早く青になんねえかな。ここね、結構長いんだよ、待ち時間。次がな、青なのな。いや、こういう時ってさ、途端と長く感じるよね。すんげえ長く感じる。早く青になる。まだでっか、あ、やったやった。あそこはね、左行ってみよう。左いればいいな。俺あ、ほんとね、焼肉食った時みんな甘いの食いたくなんない？逆に。あとね、寿司もそうだね。やっぱしょっぱいの食べるとさ、醤油でさ、しょっぱいでしょ。俺いつもケーキとか食べる。よし、左行ってみましょう。まっすぐ行ったらもうしゃあねえな、もう諦める。その時はこう言ってね。あ、いた、いた、いた、すぐすぐいた、ラッキー。これこれこれね、たまに見るんだよ、このピンクのトラック。よし、なんじゃ甘いの食うかな。なんで怒るんですか？トヨタってなってるから。これらしいですよ、あの黒猫の車を改造して作ったらしいです。そうなの、はい、黒猫の初期の頃、ね、初期です。これ36年前だか34年前だからこれ言ってました。そうだよね、はい、貴重だね。でも故障も、そうだ、ね、いや故障するとすごい大変ですよ。でしょ、すげえ。部品ないでしょ。部品ないとかなんで、本当にそう作ってもらうとからしいんで、まだ故障はしたことない。いや結構してますよ。なんでもう月1回ぐらいのメンテナンスして。仕掛けも大変そうだね。あの年に1回でしょこれ。年1回です。ああ、いやもうやばいです。だから本当なんかベタ思いっきり踏み込んだらぶっ壊れるとか言われてます。スピードもベタ踏みで60キロぐらいしか出ないんです。重くて、これが重すぎて。ああ、これが結構重いよ、これ、はい、重いっす。これダブルってできるんですか？ダブルできます。プロの技をね。いや、ちょっとめっちゃ緊張するっすね。まあ緊張した方がなんかこう。あ、カップとこどっち落としてですか？カップがいいですね。はい、はい、ストロベリーと、はい、シャーベットじゃないのはバニラとか、バニラとかグリーンティーとか、あとイチゴミルク、チョコミントってやつね。とかかぼちゃとかそういうのですか？バニラにしましょう。バニラとストロベリーでいいです。はい、はい、僕ね、シャーベットあんまり得意じゃないんだよ。ああ、はい、お待たせしました。はい、おいくらですか？360円になります。はい、いただきます。いや、うまいわ。今ね、アスファルトの上、ね、駐車場。いや、これうまいね。いや、このさ、炎天下の中で食うのね、余計うまい。まいっちゃうね。まさかね、この駐車場でね、食べるとは思わなかったよ。今までこんな食い方した人いるかって。いや、うまかった。どうも。